皆さんこんにちは、健康読書です。今回の動画は当チャンネルでも好評の添加物シリーズです。今回ご紹介するのはタイトルにもありますように、意外と注意している人の少ない調味料の添加物の話をしたいと思います。添加物に気を使ってはいるけど調味料は見落としていた、そんな方もきっといるはずです。意外と知られていないのですが、普段から使う頻度が高い調味料にも添加物を大量に使用した商品が多く存在します。今回の動画では使用頻度の高いであろう4つの調味料についてご紹介いたします。今回の動画は阿部司さんが書かれた食品の裏側、みんな大好き食品添加物という本の内容を参考にしております。食品添加物の専用商社の敏腕セールスマンだった著者が食品メーカーの手口を次々に暴露していく非常に面白い本です。ぜひ興味のある方は手に取って読んでみてください。私は調味料の原材料に気を配るようになって料理の美味しさがガラッと変わりました。ぜひ皆さんに知ってほしい内容ですので、良ければ最後まで動画をご覧ください。今回紹介する内容以外にも、皆さんの生活がより良いものになるための健康に関する有益な情報を投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。醤油。皆さんが毎日のように使っているその醤油、実は醤油風調味料かもしれないんです。それは本物の醤油とは違う製造法で作られた醤油の代替品のことです。偽物というと大げさかもしれませんが、それでも本物の醤油とは全くの別物なんです。昔ながらの醤油の原料は大豆、小麦、塩麹です。麹から作られた酵素が大豆や小麦のタンパク質や塩分を変化させ、甘み、酸味、香りなど科学では解析できないような複雑な旨味が醸し出されます。本物の醤油は1年ほど熟成し完成されます。これをもっと早くコストをかけずに作れないか、そこから醤油の代替品の開発が始まりました。本来時間をかけて発酵させる旨味の元であるアミノ酸は油を絞り切ったカスである脱脂加工大豆で十分です。鳥の羽からアミノ酸を開発していたメーカーもあったそうです。こうしてできたアミノ酸液を醤油のベースとした偽物には、醤油らしい味も香りも色も何もありません。これをいかに本物らしく仕上げるために添加物を使用します。まず化学調味料であるグルタミン酸ナトリウムで旨味を出し、甘味料で甘味をつけます。酸味を出すために酸味料、増粘多糖類を数種類入れ、コクととろみを出します。色はカラメル色素で着色します。香り付けのために本物の醤油を少々加えます。日持ちが悪いので保存料も加えます。これで本物の見かけそっくりな醤油風調味料の完成です。本来1年以上かけて作られる醤油もこの製法なら1ヶ月もかからずに出来上がってしまいます。味は一目瞭然で違います。煮物を作ると違いは明らかです。昔ながらの醤油を丸大豆醤油と呼ぶのに対し、醤油風調味料は新式醸造醤油などと称し売られています。本物は1リットル1000円ほどの値段に対し、醤油風は1リットル200円ほどの値段で売られています。使用頻度が多いため安く抑えたい気持ちもわかりますが、毎日のように口にする調味料でもあるため、素材に一層気を使ってみてはいかがでしょうか。みりん。みりんにもみりん風が存在します。みりんは特に多くの人が誤解をしています。みりんは本来、焼酎ともち米、米麹で作ります。もち米と米麹を焼酎の中で半年から1年ほど熟成させて、この間に麹の働きでもち米のでんぷんがブドウ糖やオリゴ糖などに糖化され、様々な甘みが醸し出されます。アミノ酸や酸味や香りも作られ、みりんの独特の風味が生まれます。このみりんはそのまま飲んでも美味しいそうですが、今の偽物みりんはとても飲めない代物だそうです。昔ながらのみりんを純米みりんだとすれば、今スーパーで売られているなんちゃってはみりんタイプ調味料に過ぎません。みりんタイプ調味料には発酵調味料とみりん風調味料の2種類があります。発酵調味料の方は米やトウモロコシを原料にアルコール発酵させ、ブドウ糖やグルタミン酸ナトリウムや酸味料で味を整えて作ります。一方、みりん風調味料はシロップを原料に同じくグルタミン酸ナトリウムや酸味料などで味をつけ、カラメル色素で色をつけたものです。要するに色付きシロップです。これらは本物と製造法が全く異なり、もちろん味も全く違います。塩。塩業界も嘘、ごまかしが相当はびこっていると元添加物セールスマンの著者は言います。
塩は大きく分けて4つの種類に分かれます。1、精製塩。海水から塩基と膜を使って塩化ナトリウムだけを取り出したもので、塩化ナトリウムの純度が高く、それ以外の成分はほとんど除去されています。今までで一般的に使われていた食塩がこれにあたります。2、輸入塩。いわゆる岩塩や天日塩です。一部海塩もあります。メキシコやオーストラリア、中国製のものが多いようです。3、再生加工塩。メキシコやオーストラリアなどから輸入された岩塩や天日塩などを一度海水で溶かし、塩化マグネシウムなどを加えて再生加工したものになります。4、自然海塩。海から直接汲み上げ、水分を蒸発させた塩です。日本古来の塩の作り方で成分を全く調整していない伝統的な塩です。自然海塩と書かれています。塩の旨味は海のミネラルがどれくらい含まれているかで決まります。ミネラルが十分に含まれている塩は甘いし美味しいと言われています。塩は血圧を上げるからダメとよく言われますが、これは精製された食塩の話で、ミネラルが豊富な塩は血圧を上げるどころか下げてくれるとも言われるほど体に良いのです。この4つのうち最もミネラルが豊富なのは4つ目に紹介した自然海塩です。海の複雑なミネラルがそのまま凝縮されています。3つ目の再生加工塩は海水から作られミネラルたっぷりの塩のイメージで作られていますが、岩塩にしろ天日塩にしろ自然結晶化しているためミネラルが押し出されてしまっています。そのため塩化マグネシウムや塩化カルシウムを後から添加しているのです。その土地の塩ではないのに、いかにもその土地の海水から取ったミネラルたっぷりの塩だと勘違いされやすいと言えます。塩業界の表示法は曖昧なところが多いらしく、裏を見ても分かりにくいものがたくさん存在しますので注意をしたいです。砂糖。砂糖も添加物を使って偽物を作る製造法が主流となってきています。三黄糖という砂糖は上白糖を作る際に出る液糖を煮詰めて作るものです。煮詰める間のカラメル化現象により色づくため茶色に仕上がります。三黄糖と上白砂糖の栄養価の差はそこまでありませんが、茶色であることや価格も上白糖より高めであることから、なんとなく体に良さそうなイメージを持たれるため、上白砂糖は体に悪く、三黄糖は体にいいと言われ始めてから三黄糖が売れるようになりました。そこでメーカーはどうしたか。上白糖をカラメル色素で染めて三黄糖として売り出すようになったのです。ザラメも同じようにカラメルで染めています。もちろん全ての三黄糖、ザラメが染められて売られているわけではありません。染めていない本物もあります。スーパーなどで裏の表示を見比べてみればすぐにわかります。染めているものにはカラメル色素と表示されていますから、ぜひ確認してみてください。まとめ。今回は偽物調味料についてご紹介させていただきました。値段は高くなりますが、本物となんちゃってでは味が本当に違います。せっかく普段の食材に気を使っていても、一番使う調味料に何十種類もの添加物を使用していたら意味がありません。ぜひこの機会に調味料も見直してみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは他にも本を参考にした健康にまつわる知らないと損をするような動画を投稿しております。チャンネル登録をしてぜひご覧になってください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。